安田富夫は、千葉県船橋市出身の騎手、評論家。オッズの低い騎乗場,場で、しばしば構想を見せ、穴男、泥棒ジョッキーなどと称された。史上初めて JRA 全10場において、重賞を勝利した記録も持つ。男3人、女1人の4人兄弟の次男で、父は、ヤシやブリーキ職人などをして、生計を立てていた。 小学生の時から授業をサボっては、悪さをし、悪友たちと入場料を払わないで遊園地に入って遊ぶために、いつも船橋競馬場の横を通っていたという。そこで知り合った、休務員が小さな体を見て、騎手にならないかと勧誘を受けた。函館孫作船橋で調教師をしていた、函館孫作の目にも止まり、実家まで函館がスカウトに来たという。 学校よりも面白そうだと思った安田は、箱館急車で働いた。しかし、従来のサボり癖から一週間で飽きてしまい、辞めざるを得なくなる。この時に騎手になるなら中央がいいだろうという人より、近所にいた場所の紹介を受け、中学在籍人より、母の知り合いであった、中山競馬場の加藤浅次郎急車に、住み込みで働くことになる。 船橋の時とは違い旧社から中学に通うようになったがテレビを見ながら白いご飯を食べられるのが嬉しかったため辛抱ができたという。中学校でも相変わらず授業をサボるもなんとか卒業し、1963年4月にバジ公園期主要成長期課程に第14期生として入所した。身長は115センチメートル。 体重は2 8ラムと非常に小柄な体での入所であった。同期生には、小島太志、田島義穂、目の哲也、池上正宏、平井雄二らがいる。一つ下の福永洋一、柴田正人、岡部幸男伊藤正則らが、花の15期生と呼ばれて、脚光を浴びるようになった時、安田らは自分たちを、ずっこけ14期生と呼んでいたという。エリートや、 スターや優等生が並ぶ後輩たちとは対照的にやんちゃな面々が揃う14期生の中で一番ずっこけていたのは安田であったという。入学後は授業を真面目に受けないなど不真面目な面があり小柄すぎたために成長を待たされたこともあって騎士免許を取得したのは小島、田島から2年遅れの1968年であった。 同期では他にも池上が1年遅れの1967年、平井が3年遅れの1969年に、騎手デビューを果たした。初年度は14勝、2年目の1969年は26勝と、最初こそ順調な出だしであった。初年度の成績に満身したことで、1970年以降4年間は1桁の勝利数を続けて低迷。 起乗以来も目立って減っていき、2年目には308あった。起乗回数は4年目の1971年は67回、5年目の1972年は70回というありさまであった。騎手になると酒と女がモチベーションとなり、新人の時にはすでに夜の人気者となっていたという。安大枠初起乗の時にはお姉ちゃんが20人ぐらい生きていて、 ミオちゃんって言うから、手を振ったら、競馬会から怒られて寝と振り返っており、ローカル開催では、長期滞在をさせてもらえず、朝まで飲んでいて調教中に、馬上で寝ていたこともあった。遊び癖から借金も作ってしまい、取り立てが仕事場にも来るようになってほか、家財道具を売り払うなど生活も困窮。不安に駆られた安田は、デタらめな自分に何か規律を与えるものをとの思いで、 本格的に、創価学会の振興に取り組むようになり、平地競争に専念し始めた1974年には14勝と、デビュー年の勝利数に戻して復活。同年4月には、上る投稿で、小倉大将展を制して、重賞初勝利も挙げた。1976年には、菊花賞で、グリーングラスに起場し、単賞12番人気ながら、 テンポイント東証ボーイクライムカイザーといった競合を破って優勝。生涯唯一の GIQ レース及び8大競争制覇を果たし、これが唯一の京都競馬場での重賞勝ちとなった。安田は菊花賞に乗れる可能性があるだけで有頂点になり、菊花賞と同じ日には東京で主戦を務めてきたプレストコーが特別レースに出走を予定していたが、 二社択一を迫られた安田はグリーングラスを選んだ。まだ出走が確定していない4日前の11月10日に自宅に友人知人十数人を集め、菊花賞の前祝いでドンちゃん騒ぎをやったという。部屋には色とりどりの菊の花が飾られ、築地から魚を仕入れていた前も呼ばれた。本番当日は前日夜半にかなり降った雨による馬場の悪化に、 密かな希望を抱く。早朝に自らの足で芝コースを歩いて緩み、具合を確認し、競馬開始後は関係者席から各レースの馬や騎手の動きを凝視した。この年に初めて30勝台となる31勝を上げ、全国18位に躍進。それから年によってばらつきはあったが、着実に勝ち星を伸ばして成績も安定していく。以降は、 関東の中堅騎士として定着し、主にローカル開催を中心に騎乗を続けた。1977年に八番人気の三友王で、新潟記念を制すると、1978年のクイーンカップを最低人気の菊木美子で勝利した。1981年には、当時の一流馬が顔を揃えた毎日王冠を九番人気の十字野郎で追い込んできて、ファンを呆然とさせたという。 1981年には、師匠の加藤浅次郎が亡くなったため、息子の加藤修歩給者に所属。12歳年上の修歩は安田を弟のように可愛がったが、何かにつけて反抗的な態度を取る安田を殴って、叱ることもあった。1982年には、朝日杯3歳ステークスを7番人気の西のスキーで、制して GI 級レース2勝目。 1984年の阪神4歳品馬特別を8番人気のダイナシュガーでセースなど副平馬で重賞を勝っていった。1985年からはフリーとなるが、有力馬の依頼が増えた1987年には、自己最高の59勝を挙げて、全国8位につけ、生涯唯一のベスト10入りも経験した。GI でもユーア・ジェームスで、喫花賞3着、有馬記念2着。 朝活ビートで天皇賞3着であった。1988年もスプリングステークスに勝って5004勝のモガミナインがサツキ賞で一番人気になるも6着、東京優秀も7着に終わった。1987年にはロータリー・ザ・ハレーで函館の玉椿記念を制し、JRA 全10場中9番目の重賞勝利を挙げる。 1989年の京成杯では、スピークリーズンに起乗し、勝利、平成初の JRA 関東地区、重傷競争勝利騎手となった。1993年には、雪の美人で、大花賞、優秀品馬ともに、ベガの日着に入り、二冠品馬の引き立て役になった。1996年には、ノーブルグラスで、札幌スプリントステークスを制し、 史上初となる JRA 全馬重賞勝利を達成。競争後にはファンから富ミオコールで祝福され、シーズン終了後には東京競馬記者クラブ賞特別賞を受賞した。1997年にはシルクライトニングでサツキ賞2着に入るが東京優春でスタート直前に落鉄して発送除外。1999年に 大崎翔一が引退したことに伴い現役、最年長騎手となったが、晩年は肝臓を患って酒を控えながら、騎乗を続けていた。2001年夏に引退を表明し、同年9月2日付で騎手を引退。当日は、第2回最終日の新潟競馬場で騎乗し、午前中に2勝を挙げたほか、昼休みには引退式が行われた。第4競争3歳未勝利。 バンダムプレジャーが最後の勝利となり、第11競争新潟型2歳、ステークス名声プリマが最後の起乗となった。通算8293752勝。引退翌日の9月3日に競馬予想会社シンクタンク情報ルートに就任。デイリースポーツ評論家としても活動していたが、やはり馬に関わる仕事がしたいと一念発起。 栃木県那須郡那須町の気越牧場で馬長などをしながら経験を積みノウハウを得て独立。那須塩原市の地方競馬共用センター内に競争馬の育成牧場トミーを開設し、夫人と従業員二人を合わせた四人で運営している。南関東の認定給車にも認定されており、何とか管理もしている。2014年には脳拘束で倒れたが、 現在は回復している。1996年には、ノーブルグラスで、札幌スプリントステークスに優勝し、史上初の JRA 全、馬重賞勝利を達成。国営競馬時代の1952年に、中京競馬場が開場されて、全部10馬が整備されて、以来初めての記録であり、夏場を除き、トップ騎手は、大競争が多く組まれる、東京、中山、京都、 阪神に気乗が集中することが多いため、自ら、この記録は、有名人じゃできないでしょう。脇役じゃないとね。だから、落ちこぼれの勲章ですよ。と語っている。なお、十馬制覇のうち、重勝初勝利を挙げた、登る投稿一等で三馬分の勝利を挙げている。同馬は、当時から、安田のお気に入りの馬で、引退後に種ボバとなった際には、 三区の場所と中央での受け入れ先級車を確保するため、関係者に依頼して回った。自身も、忘れられない馬と語っている。カッコ内は、安田基常時の優勝重賞競争、太地は GI 級、レース、車体は当時統一格付けのない地方競馬主催の交流競争。なお、安田は、ノーブルグラスで、札幌スプリント s を制するよりも先に、 カリブソングで1994年のブリーダーズゴールドカップを制していたが、同競争の主催者は JRA ではなく、北海道競馬であったため、全馬勝利には参入されていない。ありがとうございます。